New game. パイロット名。パイロット名、いや、なんだっけな。前あったんだよな。まあこれか。これでいこう。フールで。きれい。ルビコンが近い。そいつを起こしてくれ。めっちゃきれい。ああ。了解です、ハンドラー・ウォルター。めっちゃきれいじゃね。脳深部コーラル管理デバイスを起動。強化人間 C4621 覚醒しました。俺621かな。621、仕事の時間だ。突入カプセルの電源を落とす。あとは合図を待て。突入コロニーかな、機動兵器かな。突入する。今だ、起動しろ。よいしょ、減速。お、狙われてんじゃねえか。デススター。あ、狙われてる。あ、危ない。あ、そっちが本体。すごい空気抵抗の多そうだ。おー、いしょー、検索。あー、普通で見たやつ。着陸が、うわー、すげー綺麗。着陸成功なのかこれは。座標はグリッド1。ちょっと火花散ってるんですけど。誤差はあるが許容範囲だ。これムービーじゃねえよな、これ。この先のカタパルトを使え。うわ、かっこいい。ミッションスタート。カメラ移動、右スティックね。あ、なんかいるよ。ブーストん？待って、ちょっと待って、キーボードじゃないんだよね。四角、ちょっと待って、キーボードじゃないんだよな。スペースがバツボタンってことね。ブースト切りたいときどうしたらいいの？よいしょー。エネルギー。はい。タブは？タブどれ？スタート。ああ、切った。ああ、無駄だもん。四角がダッシュね。ダッシュの止め方がわかんないぞ。基本ダッシュかな。ターゲ、あ、待って。キーボードじゃないんだよね。これか。右クリックが RB ね。カードメカは排除しろ。機体の動作確認にもなる。ちょっと待って。入力機器設定が、そうそう、パッドなわけよ。これでいいかな。あ、ありがたい。ターゲットアシスト。あ、便利便利。エネルギー減ってなくない？あ、ジャンプで減るのか。これがターゲットアシストね。お、穴や。マルチロック操作。RB。長押し。RB 長押し？マルチロックしてる？マルチロック使いこなせてない。なんかいまいちうまくないな。あー、危ない。きれい。傾きがあれね、 R ね、 R と L ね。で、ここはアクセス。リペアキット。ほう、機体が損傷している、修復しておく。これか。リペアキット残数2。え、最高じゃん。
戦士街に降下してもらう。あそこ？カタパルトにアクセスしろ。朝日が。カタパルト。アクセス。コネクティング。おおおおおおお、動いた動いた。お、いいぞ。去年ちょっとやったの覚えてねえな、あんまり。あー、ホワイトグリーンとかっこいい。お、オーバードブースト。行くぞ、621。はい、行くぞー。よいしょ。石炭。お前のような脳を焼かれた独立傭兵でも人生を買い戻すだけの大金を得られるはずだ。もう何かされた後ね。よいしょ。逆噴射。よっ。仕事を続けるぞ。兵士の残骸を漁り、生きている傭兵ライセンスを探せ。はい。あ、密航してきたのね、私。クイックブースト。L と×。違う、X かな、これ。これか、これがクイックブーストか。所属不明、独立傭兵か、応戦しろ。ダイオネスス、ブス、ビリラか。仕事の障害になる、排除しろ。あ、上にもいる。この移動は基本エネルギー食わないね。これがクイックブーストね。アサルトブースト L 押し込み。 AC の残骸反応をいくつか検出した。はい、マーカー地点をめぐれ。近いのはあれが一番近いか。おらー、あ、切れる切れる。うわ、リペアキット使っちゃった。最悪。ちょっと待って、L がね、L スティック押しちゃうよ。これね、コントローラーが違うんだよね。クールの DM パッドだからね。これでいこうよ。ターゲットアシスト。押し込みがリペアキットね。で、オーバードブーストこっち。うん。オーバードブースト解除は押し込みじゃねえんだ。あ、キー倒れる。アサルトブーストに L を押す。L 下げ？ちょっと高度ですね。あ、なんかいる。あ、索敵範囲外か。で、リペアキットは L 押し込みね。ブーストの意味が分かんねえな。報告のあった機体だ。あ、所属を高めるぞ。盾持ちがいる。ブレードを忘れるな、621。ブレード？ OK。 いってく。おら、何リミット？今すげえかっこいい戦い方したよ。よいしょ。ああ、こっち向かれた。くそ。おりゃー、正面突破やないかい。オブジェクト。やりました。アクセス。情報を抜き取れ。解析はこちらでやる。お願いします。ライセンスコード、トーマス・カーク。パイロットの登録情報が確認できる。ライセンス執行済み。このライセンスはすでに停止されている。あ、ダメじゃん。次がそこか。あ、あ、やばいやばい、ヘリヘリ。あれ強いやつや。封鎖機構の巡回だと。余計な手出しをするな。目をつけられるとまずい。はい、
を解析していくぞ。G7 ハークラーライセンス執行またあいいじゃん。企業所属では足がつく。あ、避けるぞ。そうなの。そうですか。じゃああれか。あー危ない。あー超あー超かっこいい。結構操作簡単かもしれない。あーブーストのオフが押し込みがいいな。もう一回。あヘリ来てる、ヘリ来てる。やばいやばいやばい。どこどこ。あれやめた方がいいやつ。ラーファとシュナイダーに動きがある。グリッドも危ないかもしれん。ほら。ではない。独立傭兵か。迎撃するぞ。数が多い。ミサイルを活用しろ。ほら。活用しました。なんかスピーディーに動きにくいな。ちょっと待ってね。あっやべえ。使っちゃったよ。これで不用意にリペアキット使わないね。うん、これでいいはず。なんかいる。このライセンスはどうだ。なんかいるぞ。モンキーゴードライセンス執行まであと15日。これいいんじゃないの。ランク圏外のパイロットだ。そう。はい、マーカー情報を送る。お願いします。敵多くない。弾大丈夫。はい、マーカー情報どこですか。あそこか。よいしょ。垂直射出カタパルト。はあ、場所への移動には垂直カタパルトが使える。活用しろ。はい、よいしょ。あそこか。あやばい、思い出の土地がここよ。昔俺が乗ってた機体じゃないよな。パイルバンカー持ってる。来るぞ。登録番号 RB23、 傭兵ランク圏内、識別名はレイブン。来た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 。やばいやばい。ほらー、はいはい。くそ、めっちゃめっちゃやられたんだよ昔。50%。うわ、もう爆撃は上昇で回避しろ。地上では巻き込まれるぞ。はい。はは。弾ある弾。開いたー。デストロイ。手も足も出ない。もうね、爆弾爆撃されてるかどうかもわからんわけよ。リスタートフルチェックポイント。操作にまだ慣れてないからね。あれだ。あ、リペアキットある。良心的。来るぞ。識別名は。やはり目をつけられていたか。とりあえず畳。今ならお前が特定されることはない。あの黄色いゲージを貯めればいいのかな。あ、待って、ずるくない。どこ行った。あ、ブーストが切れてる切れてる。上か。あー、スタッカー切れてる。
空中でも結構あれよね。当たってる？ほら、当たってない。俺の AP はどこだ？ちょっと待って、アシストしてアシスト。あ、使っちゃった。アシストしてる？いけるか？いける。ほら、畳みかけろ。切って切って切った。くそー、有効打を与えたのか。俺は全然どこ見ればいいの。そんな言われても。あー、くそ。スイッチ。はい、よいしょ。いけるか。くそ。いや、ちょっと待ってーな。硬すぎるよ。いや、でもな、やっぱ一回やったことあるだけあるな。オートアシストが、待ってね、オートアシストは L 押し込みよね。とりあえずもう打ちまくるよね。よいしょ。ほら、やはり目をつけられていたか。空席砲とやり合うのは本意ではないが、構わん、迎撃しろ。今ならお前が特定されることはない。してるしてるしてるけどめっちゃ食らってる。当たってる。ちょっと待って、アシストしてアシスト。してくれない。いって。あ、いけるか。いける。いて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 。ほら。いいぞ。畳みかけろ、畳みかけろ。ほら。ほら。もう一丁。もう一丁いけよ。畳みかけろやい。ロックしてロック。いけるか。無理か。よいしょ。やべえ、3回目でやったよ。浮いてるんじゃね。よいしょ。めっちゃ爆発するめちゃくちゃ爆発するけど。大型武装ヘリの撃墜を確認した。621、今日の仕事は終わりだ。めちゃくちゃ傷を。手に入れたライゼンスの識別名を伝える。レイブン、あと3日執行するやん。RB23、 これ昔俺が落としたライセンスだろうな。これがお前のルビコンでの名義だ。はい、ミッションコンプリート、密航クリア。
17万、これは何だろうな、円かな、17万円か。命がけで行った割にはきついな。コーラルと呼ばれる物質が。めっちゃスムーズ。辺境の開発惑星ルビコンで発見された。それは新時代のエネルギー資源および情報導体として石炭じゃないよね。人類社会に飛躍的発展をもたらすと嘱望された。アイビスの火、その炎と嵐は周辺生計をも巻き込み、致命的な汚染を残し、あ、やっぱこれ惑星新物質もまた跡形もなく消失したかに思われた。だがコーラルは未だルビコンにくすぶっていた。やがて人々は気づくことになる。その火種に、やっぱ企業が支配してんのかな。わ、かっこいいガレージ。ナーブスコンコードかな。登録番号オールマインド RB23、 識別名レイブンによる認証を確認。安否不明状態を解除、ユーザー権限を復旧します。生き返った。傭兵支援システムオールマインドへようこそ。オールマインドね。レイブン、あなたの帰還を歓迎します。戻ってきたよ。認証は通ったようだな、レイブン。それがルビコンにおけるお前の身分となる。早速だが仕事を取ってきた。確認しろ、621。ハングドマンみたいだね。ユーザー権限復旧に伴うお知らせです。オールマインドは傭兵支援の一環として戦闘技能強襲シミュレータも提供しています。ほうほうほう。あなたのライセンスは休止状態にありました。多少のブラックもあることでしょう。強襲項目を終了された傭兵各位には報奨として機体パーツも給付されるため、よろしければご活用ください。いいね、パーツ欲しいね。オペレーションAC デザイン、まずはパーツ持ってないよね絶対ね。トレーニングするかな。トレーニング、規定の強襲パーツを獲得可能です。じゃあやりますか。 VR シミュレーター、ロックオンリロードミサイル。はい、伊達にね、地下からアンバークラウンからやってないからね。ターゲットアシスト、はい。あ、違う違う、なんかうまくねえな。なんか右手武器が途中で連発切れるぞ。リロードね。 Y と R トリガー、これがリロードね。 OK、 ミサイルロック、マルチロック中に Y で解除。マルチロック中これで解除、解除できんよ。マルチロック中か。なるほど。あ、ミサイルってロックしたらもう一回押さないと発射しないのか。近接武器、シールド破壊するでも、あ、そうなの。あー、燃料切れ。オーラあら、壊しちゃった。いいよこれ。あれ待って、はいはい、オーバーヒートすんのか。あれが見極めが難しいね。わあ、いる。どうしたらいいの。
こうか。こう。ああ、くそ。あい、あい。どうよ。ミッションコンプリート？オッケー。お、やったー。ラッドロー。マシンガン。すでに初期機体がまあまあかっこいいんだけど、かっけー。拡大は？拡大はできないのかい。はい。見てくださいよ、これ。とりあえずアーマードコアって感じね。あ、カクカクしつつもあり、流線形もあり、エムロードっぽいね。マシンガン、これはアサルトライフル、ベイラムの開発した普及型アサルトライフル。ベイラムがあれかな、カクカク角形かな。装弾数は増えるが軽い、ちょっと軽くなるのか。おう、これ両手持ちできないのかな。滝川ハーモニクス、パルスブレード、チャージで圧力がさらに強力な波形を叩きつける、フォーロンダイナミクス、 ACS 負荷の蓄積に向く、マルチロックと。相談数は動画再生。あ、すげえすげえ。ヘッドパーツ、ラット、地形観測を目的、戦闘性能控えめ、ファーロンダイナミクス、これは FCS、 ジェネレーター、心もとない。そんな機体で密航させるなよ。主にラット製ね。じゃあマシンガンで、あ、とりあえずこれしか受けれないのね。じゃあテストいきますか。メインシステム、戦闘モードを起動しますって言ってくれないのかな。あ、廃墟してる、最高じゃん。あ、なにこれ、この振り返り撃ちみたいな。マジですごい。ところどころで、リロードしとかないといけないね。オーバードブーストがめっちゃ使いやすいんだよね。あ、ロックしなくても撃てる。チャージできるみたいなの書いてあったよね。どうやるんだろう。パージできないね。いや、昔の AC からしたら飛べるよ。あとエネルギーの回復が結構えぐいよね。ちょっと待って、なんかエネミーセッティング、機体2脚 4脚MT、 これなんか広角機動隊で見たことあるような。えいえい、削り切れませんな。はいはい、硬くね MT。 MT が硬いんだけど。激突した。これ完全にクレストっぽいよね。はいはい、結構この衝撃を与え続けるといいね。飛び回りながらマルチロックでミサイル撃ちながら、あ、言ってくれるの。あ、でバッテリー切れても結構すぐ回復する。結構高性能な機体じゃね。あ、まだいる。わあ、
はい。はい。あ、近すぎると当たんないのね。まだ美しくないなあ。そして乗ってるね、ここに。これか、中央のゲージが。はい。なるほど。はい、分かってきたよ。うん。はい。ビームサーベル連発できないのきついな。よいしょ。残弾 50%。 はい、残弾がない。弾切れになったら捨てるんだ。あ、結構リロード済んだら外見も変わるね。殴れる。パンチ。殴る。はい。パンチ。あっしゃー。はい。パンチできる、パンチ。パージできないけど。パンチ。あ、結構スタックできる。バンチ。そしてキック。あー、超格闘。これパイルバンカー楽しみだな。なるほど。よし、じゃあちょっとドローンやってみますか。ありで。あ、だ。あ、待って、武器持ってねえし。ちょっと補充してよ。あ、ドローン鬱陶しいな。ほら、あ、そいつじゃない。あれ、無限湧きしてる。ちょっと無限湧きしてるね。 AC 最後にやっときますか。よし、勝負だ。あー、待って。あら、はい。やるな。なんか怖い武器持ってる。なんか熱戦みたいなの撃ってくる。ほら、そうだ、もういっちゃう。あー、そうか、畳みかけられない。あぶね。どっち。こら。あー、しまった。
いけるか、いけない。全然見たら当たんねえな。ここだ。あー、クソうまいな。弾切れじゃねえのか、大丈夫か。なってるぞ。あ、なんか今ブレードキャンセルできたな。ブレードキャンセルできるな。いけ。あ、くそ。あー、船。なんかいい武器持ってるね。いけるか。よいしょ、勝ちました。リペアキット2つも使いました。 OK、 なんとなく分かってきたぞ。リプレイミッション、リプレイできんの。あとはカラーリングですかね。あ、ポップな。あ、これアナザーエイジっぽいですね。代々何色に乗ってたかな。なんか緑っぽい機体に乗ってた気もするけど、戦場でね、目立つのはな。赤い彗星は怖いな。あ、この辺 AC っぽいね。絶対なんかのランカーのオマージュだよね、これ。これホワイトクリントでしょ、これ。これいつもいたよな。ミリタリー、ダークかな。黒かっこいいよね。なんか緑系の。あ、これも、なんだっけ。今なんか解除されたけど。マテリアル？マジで？反射できんの？うわ、こんなこんなメタリックな、テカテカな感じで戦場に出るの？マットがいいよね。トラウマはあれなんだよな。スーパーキウイなんだよな、ファンタズマの。こういうカラーリングがトラウマなんだよな。パターンって何？あ、マジで迷彩いけんの？超怖いじゃんね、戦場でこんなのあったら。都市迷彩みたいな。ウェザリング、マジでウェザリングまでできんの？そうっすね、新品で行きたいところですが、これ戦闘すると傷むのかな。まあ大気圏突入してきたから結構傷んでるでしょう。あ、これは企業カラーね。これの、あ、迷彩にしちゃうと色が変わっちゃうのか。武器を、あんまりかっこよくないけど、演習内保存。デカール、これ苦手なのよね。頭にも貼れるんだ。頭にこれダサいね。あ、カスタムデカールね。これやりだすとちょっと時間かかるので、とりあえず私はレイブンだぞというの。ボディ、あ、ボディもダセーな。左肩かな。イメージエディット、何これ。わっ、やば。パーツ構成保存、あ、 AC データ保存。とりあえずデータ名 AC010 で。よし、一旦ちょっと休憩しようかな。で、この後ミッション行ってみたいと思います。